マジックカットとは、アサヒカ製ポリフレックスが開発した、液開風加工技術及び商品名で、同社の登録商標である。マジックカットマジックカット加工がされた袋は、端に0.2から 0.3mm ほどの小さな、細長い穴が多数開けられている。袋のマジックカットと表示された部分ならどこであっても、両手でつまむように持ち、一方の手を、手前、 もう一方を奥へと縦方向に互い違いに交差させるように引っ張ることで最も力が集中した部分の穴が起点となり切れ目が広がり道具を使わず指だけで簡単に開封することができるマジックカットが採用されている製品には口を開けたシェフのようなマークがついているアサヒカ製ポリフレックスの専務が出張帰りの新幹線にて缶ビールと 燻製イカを買った時、老眼のためにパックがうまく切れず、結局は、つまみなしで缶ビールを飲むことになったことから、技術陣に、指先で簡単にどこからでも破れる袋は作れないか、と持ちかけたことから開発が始まった。1987年に特許を取得し、製品化したが、当初はほとんど売れなかったため、他社へのライセンス供与により、収入を得る方針に転換する。 1993年に大日本印刷と契約を結んだのを皮切りに数十社と契約を交わしている。同社によれば2011年時点でマジックカットを採用した製品は2000種類以上、登場からの総売上は1100億円を超える。袋に細かい穴を開けるための機械に取り付けられる刃は手彫りで加工されており、同社によれば これができる職人は一人しかいない。その人がスカウトされると他社でも同じような刃を作られてしまうため、その職人の身元が同社にとって最大の企業秘密だという。ありがとうございます。